さあ今回もタイルデッキタワーディフェンス、略して TDTD。 こちら7ラウンドで、カードアンロッカーだらしいと。7ラウンド行くのと同時に、前回ね公開したこの最初1方向で作ろうというところですね。で何にしてみようかな。こっちやってみるか、メイチ。でこのターンマナで言うと、あ、これドロー時の効果がいいか。オンドロー、オンキャスト、んいや、オンドローでいいでしょ。こっちこっち。さあこれね、あんま強さが分かんないけど置いてみるか。あとはバリスタだね。魔法2個置いてみようかな。よし、さあスタート、じゃんじゃん行こう。おお、凄まじい攻撃。狙い変えた方がいいかな。ラスト狙うか。はい、次から変わる。ああ変わんないか。どう狙おうね。あ、オッケーオッケーオッケー。ある程度来ればって感じかな。で次は道で、ノーパスはできないから3方向か、行くしかなし。ああはいはいはい。でマナが増えた。オンキャスト60ゴールド、ダメージダメージ1枚しか使えないのね。お金かな。じゃあで強化もありかもしんないね。あ、高っ、130。バリスタン、いや始めちゃっていいでしょう。行くか。あ、ここならいいかな。まだいらないか。確かに売却時は半値でしか売れないのか。いやでも値段が変わるから分かんないな。あ、戻ってこなそうなんで、とりあえず使わないでいこうかな。温存してね。一方向、あ、これ捨てるカードだね。カード捨てるカード、カード捨てるカードというか捨てる場所だね。うわ変な方行っちゃったけど、まあまあまあ、でもタワーの範囲じゃないか。さあダーク、ダークタワー、ダークタワー、こうでしょ。入り口へようこそと。お金かな。ダークタワー、あ、止まるんだね。サンダークマジックトラップ、はいはいはい。ダメージもあるみたいだね。あ、いいね、また引いたね。オンドロー系欲しいから、オンドローじゃないと捨てればいいのかな。まあ、これデスゾーンだ。上行こう、上。ノーパス、あ、シングルパスかな。トラッシュ、オンキャスト、オンキャスト、あ、全部オンキャストか。フォーエバーじゃん。ダークのマックスターゲットが3から4になるといいじゃない。あ、まだなんだ。でもバリスタのレートが上がってるのを全部のタワーに適用できるのか。あ、もう使えない。じゃあ2つ確定だ。いけいけいけ。ファイレートがアップ、ダメージがアップ。このラウンドのみだね。今ラウンド4ね。あ、前回言ってたタワー欲しいな。タワー、キャノンか、キャノン、キャノン。まだいける、まだいける。
上だね。カード捨てるほどのカードがないから今。2使うか。1だと道がね、ちょっと極端すぎるから、左だったら今積んでたんで、こういう逃げ道もいると。あ、また、ん？あ、ゲットだよね。捨てるわけじゃないもんね。バラックス。またじゃあこれかな。あのダークの角一生来ないけど、使ってんの？使ってないよね。お金。ダメージ。スタート。ダーク変えるぞ、ダーク。早く行っちゃおうか、ここに。行っちゃえ。今ちょっとわからんな。ああ、オッケー。別使ってね。ファースト、ラスト。ここで。どこそ、とどめるわけなんで、タワー、キャノンか。まあ、それこそタワー自体前に置くべきかな。勝てこいつ。あれかな、地上あんま効かない系か。 HP が高えと。あ、今ミニボス。あ、ミニボスっぽいな。終わってしまったね、ミニボス。ノーパス。ノーパスは上しか使えないから。来た、キャノン確定でしょう。置く金も多分あるんじゃないかな。よし。どこ打つか分かんないけど。あ、ダーク来た、ダーク。今来てもな。次かな。いいね、いいね。止めて。確かに結構食らってるね。死にかけだもん、カニ。狙いがよくないな。でもむずいな。まあ一応後ろにしてみたけど。さあ、パワーアップくんの次かな。ラウンド7とアンロッカード。日本をこう、捨ててみるカードなんか。まだこっちがある、こっちが。あのつながりはいいのか。こっち、あーでも、つながってないもんね。ダイレクトアタックかと思ったけど、そんなことないね。たっけー。なんだっけこれ。わかんないから、もう置いてみるしかないから。まあ、ここなら全員通る場所。ここにしてみるか。テスラコイルっぽいけど。あ、で、アンロック。パワーアップ。テスラコイルっぽいですね。ショックウェーブか。あー。衝撃波かな。電気じゃなくて。まあ、止めて衝撃波。これ全部攻撃っぽいね。ってなると。強化みたいなものはしてこう。でもダメージだけか。範囲が伸びるとかならめちゃくちゃいいんだけど、ダメージならもうキャノンでしょ。ダークの数が増える。まあこれでいってみようかな。そろそろ違う道行きたいですね。ノーパス、シングルパス。シングルパスだとな、下行けはいいんだけど結構。あー、上。こういう積み方もあんのか。道が立ち行かないですね。いや、もうワンパスいらないから捨てればいいか。あそこのゴミ箱マークで。その手があったね。ダークスのマックス上げとか増える。永続。で、7ラウンド終わったんですかね。ゲーム終わった後で増えるのかな。うわ、範囲広。あ、そっか、ここから打てるのか。ここはもう処刑ゾーンだな。4ターゲット狙えるわけなんで、これ近すぎるかもしれないね。
も全員止められるって考えたら全然ありで、大砲があればね、より。オンドロー来た、久々オンドロー。2方向、え、これこっちあるのかな、あるか。3方向にしようで、捨てるカードなんだけど、エネミーキル5ドロップマイナス30%。あ、これすればいいんじゃない。これ呪いカードも焦れる。ああ、いいねいいね。なんかマイナスの効果だと思ったけど、いい使い方できんじゃん。ターンダメージが 50% 上がる。2ラウンド、まあ、ダークのターゲット増やすでしょう。プラス2ダーク、モアモアダークですね。モアモアダークレベルアップしちゃう。先にでもこれ置くか。あ、レベル数は上げてないの。レベル上げちゃおう。ダメージが倍。強い敵を狙おう。結構通ってくるね。あの、全部のターンが効いてる。で、まあ、ターンの価格が上がっていく形式。まあ、コエンドレス系はよくあるやつだけど、バランスよく置かないといけないから、その辺がいいね。下が死んじゃったな。こっちちょっと増やさないと。あ、2枚のカード。いいね。右だ。右はいいと思うけど、わかんない、何か。マイン。レンジ内の弾でお金ね。これ欲しい。あ、でもう1枚か。火炎放射。いいね。使っちゃおう。100。まあ、ここかな。そう、止めてくれるしね。低いけど。あ、こっちか。これ1枚までだよね。はい。でも左が消えたんで、じゃあこのボス、あ、このボスか。ちょっとここで最後にしよう。だとしたらお金使い切っちゃった方がいいかな。ボスどれだ？あれか？あいつは増えただけだけど。増えたくらいでいけますか？この防衛網を。舐めてもらっちゃ困りますと。あとあいつらくらいか。雑魚倒せ、さっさと雑魚。ねえ、1、もう1いってもよかったかな。でも危ないか。繋がんなくなったら詰むよね、多分。そうならないようになってるかもしれないけど。1パスでも全然詰むんだね。道がなくなると。2箇所潰れたんで。あ、ボス、あれか、上か、上だとしたら結構まずいかな。まあ、どちらにせよ、倒しようがないと。まずいことになると。どうしよっかな。でも、まあ、火炎放射が一番刺さるだろうね。遅くなるし。これが正解なんじゃないのと。ダメージが低いかもしれないけど。失敗かな。まあでも売れば違うのいけると思うけど。ダメージバリスタの方が高いか。 1.3、 これ0.17 の永続でしょ、ずっと打つ。どうなんだろうな。あとあいつか。早く倒して狙いたいな。ダークが270だよね。よし。さあ、ボス来た、ボス。ゴーレム。5ダメージ。まあ、死にはしないか。まあ、でも倒すしかないでしょう。まあ、しばらくは殴り続けることができる。火炎放射を状況によって売ろう。突破されるようになれば売るしかないね。止めてる、止めてる。永続止めしちゃって、永続止め。交互に止めて。止めて燃やして、止めて燃やして。止めて燃やして、止めて燃やして。もう届かんか。ダメージだと、5点が、これ強いね。3。1.3。これかな。
全然耐えてくるね。ここかな。移転で移転。同点後だけど、レートが低い的なことかな。何を食らってんだ、こいつ。なんか遅いね。さあ、もうちょいか。いや、全然ある、全然あるよ。まあ、4分の1いってないかな。275、硬い硬い硬い。スピードは遅いけど。今、状態戻ったね。いや、硬い、こいつ。ボスは倒せずと。